第21回日本レコード大賞は1979年12月31日に帝国劇場で行われた21回目の日本レコード大賞である。第21回の大賞はジュディオングの見せられてに決定した。ジュディオングは初の受賞。第10回日本歌謡大賞及び第8回 FNS 歌謡祭で共にグランプリ受賞曲だった。 西条秀樹のヤングマンは外国人の作曲作品のカバーであったため審査対象から外され勇気があればでのノミネートとなった審査員の得票は対象の一次審査ではジュディオング、見せられてが27票西条秀樹、勇気があればが23票佐田正史、関白宣言が2票五代後ビューティフルネーム沢田健二、カサブランカダンディ 小林幸子、思い出酒が、それぞれ1票、その他は0票。決戦投票で、見せられてと、勇気があればの2曲に絞られ、見せられてが31票、勇気があればが24票となり、見せられての対象が決定した。視聴率は0.24ポイント上昇の43.3%であった。なお、番組内では松下電気産業の生コマーシャルを放送した。 噂裏表レコード大賞、ジュディ大逆転の舞台裏、サンデー毎日1980年3月9日、号、176から177ページ。ありがとうございます。